すごく軽いっていうところで履いてて違和感が全くなかったですね。見た目のこのカラーリングがすごいタイプで、すごい履いてて気分が上がるっていうのが第一印象でした。ランニングウェアとかランニングシューズもパッと見てうわ可愛いとか、あいい色って思うものってやっぱテンション上がるので、すごい私的にはテンションの上がるシューズでしたね。このシリーズに関しては2016年からずっと履いてきてるんですけど、その中でもすごい走りやすいなって思いましたね。フルマラソンでも走って、なのでまあ50キロ以上はもう履いてるんですけど、全然やっぱ疲れが残らないのが一番びっくりしたポイントで、普通ランニングフルマラソンの翌日とかってどうしてもふくらはぎだったり足にダメージ違和感が残ることが多いというかほとんどなんですけど、ソニック履いた翌日正直本当にダメージが全くなくて、それはびっくりしました。軽くてしっかりソールの厚みもあって、アッパーも素材感がしっかりしててっていうのは他にないかなと思います。一番こう感じたのはこう前足部の履き心地だとか、蹴り出す時の安定感のぐらつきが1個前のものよりもないように感じました。やっぱりそのバイブテクノロジーの特徴 の翌日に疲れを残さないっていうのもしっかりキープしてて、自分みたいに毎日走る人間だとか、あとは日々長距離を走る人間だとか、あとレースに出る人間なんかにはおすすめな一足だと思いますね。